最近の目標は1日に水を4リットル飲む寺島純太です、えー、お水が好きじゃなくて1日に100ミリリットルぐらいしか飲めない三そさちかです。<laughs> <laughs> 寺島純太と三沢幸香の小説家になろう鍋セカンドブックこの番組は小説投稿サイト小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たち二人の朗読で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきますはい今週もコロナ対策バッチリでお届けしていますのでご安心くださいはいということで三沢幸香さん新曲「はい、I'm here with you、はい」 いよいよ9月30日リリースでーすはい,ういすもうすぐですね本当にあと数日後ですね,ね<ー>水曜日に発売でございますなんか聞くところによると、はい、インターネットサイン会というものも開催されるそうではい、はい、もう第一回はやったんですけれども、うん、第一回がちょっとあのー、思ったよりも売れ行きが良くてですねじゃあ発売日にもやっちゃう といいうことでで発売日当日日日当当なの月にもイインンターネットサイン会を行います、まあ、リミスタさんリミスタとググっていただいて、うん、リミスタ三沢幸カとかで多分ググると出てくる情報だと思うんですけど、あのー、第1回の時はポストカードに三沢が、うん、えっと,アテナと応募してくださった方というか買ってくれた方の名前と三沢のサインと日付を書いてあるんですけど 2>、うんうん、第2回というか発売日にやる方はちょっと違うものを用意しておりまして。 なんかアイムヒアウィズユー証明書という謎の証明書を発行いたしまして、なんでしょうそれは。ちょっと曲名にかけたなんかやつをやろうと、うんうん、この手話の時は手形をしてそれをサインして変わったというか送ったんですね。アイムヒアとウィズユーになんかこうかけた何か企画ができないかってことで最終事務所からなんかアイムヒアここにいるということで重機カードはいかがでしょうかって,言われて <laughs> 重機カードってちょっとなんか。 なん,なんかもんね,なんかねちょっとなんかもうちょっと可愛いものがいい,、うん、い,いなと思って何個かいろいろ送ったんですけどはい、はい、じゃあいろいろな人と考えた結果証明書を作りますって言って証明,書証明書なんかこうオリジナルなうん、うん、私はここにいるしここいあなたと一緒にいますよっていう証明書を作るというあでもファンの方嬉しいでしょうね。そうでですねなので、あのー お名前も書くし、ミサの名前も書くし、うん、サインも書くし、日付も入ってるし、うん、なんかこう記念となるものになったなと思いますけどお互いのね、それこそここにいる証明ですもんね。そうです応援してる私もいるし、うん、それにね頑張って向けて頑張ってるミサ確かもいるよってことですもんね。そうなんですよ。なのでなんかエールの交換じゃないですけど、ね、私かサインを書いて発売ビックオーンにお送りするというインターネットサイン会。その様子を YouTube ライブでずっと見れるっていう。ああ、やっぱインターネットサイン会ってそういう感じなんですね。そうなんですよ。サインしながらひたすらなんか。 カメラに向かって、うん、あの書いたサインを見せたりあとチャット欄にねリアルタイムにそれを見に来てる人もいたりとか、うん、あと時間が合わない人はアーカイブでも見られるので、うん、あそうかそうかそうか自分買ったんだけどその日仕事って人もそのあに自分の名前が呼ばれてるところどこかなって探せば見られるそっかサイン会とは現実のやつとは違うからサインをもらえる人じゃなくても見られるん,だそうなんですよ そしたら次欲しいなって思っちゃうでしょって思いながらみんな雑談放送だと思って来てって言ってちょっととりあえず式を下げてるんですよ。しかも自分と推しと自分のコミュニケーションしてる瞬間を何度でも見られるわけですよアーカイブの期間だったら。だからこの瞬間この10秒ぐらい俺のための俺のことしか美沙さん考えてないって瞬間があったりするわけですよ。なので独り占めというか。 でで、ね、できるる何度でも見れるそうなんですよあと本名で書いてくれてる人とかもいるんですけどなんか「あのハンドルネームは実はこれです」とか書いてくれてるんですけどうん、うん、それ読み上げるとみんなにもハンドルネームと本名つながっちゃうから私が心の中で「うん君はこの名前ねオッケーって思いながら言うとなツイッターとかバレちゃうからねそう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 ,そうとかをこちらでこう<ー>ちょうどいい具合にやったりとかしながらえ面白いい,やいい楽しい,ですよいいいいいや楽しですすよね僕もいずれ やらせていただく時が来たらあのパクリます。いやもう、まあ、そうですね。リミスタさんに頼んだ方がいいですよ。<laughs> <う>あの<そ>楽なんで。僕も証明書出します。証明書じゃないじゃなんか違うのがあるでしょ。<laughs> <laughs> なんかねグッズ出す時とかにねポストカードあ。あいいでもみんな楽しいもんねらるそれね。そうそうそう。はい、そんな、えー、9月30日に発売される、うん、アイムヒア with you から一曲聴いていただこうと思います。アイムヒア。 改めまして皆さんこんにちは寺島純太です。三沢幸子です。突然ですが、はい。ザミさん、タピオカへの愛はまだありますか。お、えっとそうですね。タピオカウーロンミルクティーとか飲みますね。ウーロンミルクティーね。そうですね。タピオカとほらいろいろ種類あるじゃないですか。黒糖とか黒糖じゃないやつとかも。ウーロンミルクティーです。なんかミルクティー頼んでます私は。え？タピオカは抜きで頼んでます。おい。 おいおいおい <laughs> でもちゃんとタピオカ屋さん利用してるもんまあまあそうだけどそうだけどウーロンミルクティーは別にじゃあタピオカさんで無理に買わなくてもいいんじゃないのいやタピオカ屋さんで買うと、うん、あの甘さとかああそうか調整できるから調整できるからいいんですよ <laughs> コンビニ行くとこうミルクティーの味ドーンじゃないですかはいはいはい、はい、氷少なめとか多めとかホットとかマイルドホットとかまあ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 あとまあダイエット的にもねなんかタピオカ入れちゃうとちょっと糖質がすごいからすごいから僕も我慢したりする時あるけどそうミルクティーはやっぱ専門店が美味しいと思ってね <laughs> でもそれタピオカへの愛じゃなくてもうミルクティーへの愛、うん、そうかももと <laughs> ミルクティーが好きだったんですよ冬になると紅茶家電をコンビニで見ーーと,とか自販機で見ると絶対あったかいの買うんですよ。それを買って生きてたのでななんかミルクティーはずっと好きなんですけどうん、うん、まタピオカ流行りだして。うんうん 私昔からタピオカ好きだったか分からんけどなんかすごい生活になじんでると思って <laughs> だからタピオカじゃなかったミルクティーが私の生活になじんでただけでなるほどタピオカになじんでなかったわあそっかそういうことに気付いちゃった人ももしかしたら世の中にいたのかもしれませんけどもその影響かどうか知りませんけどこんなニュース気みいがありましたとタピオカバブルコロナで大崩壊はい 聖地原宿の閉店ラッシュうわ、えー、タピオカ専門店が新型コロナウイルスの感染拡大の影響により大崩壊を起こしている、うん、今年に入ってタピオカ専門店の聖地原宿では少なくとも10店が持ちこたえられずに閉店した、うん、その中には大手のゴンチャココとか、うん、パールレディといった行列が絶えなかった有名チェーンの店舗も含まれるえーそ 最大手のゴンチャでは新提案のお酢をベースにしたビネガードリンクやコーヒーを新発売、うん、<laughs> メニューの多様化を進めてい,いやもうタピオカ屋さんじゃなくないもん <laughs> だからやっぱりそうやっぱねあのざわみさん的なあのタピオカじゃなくて普通に飲み物が好きだったんだ私って気づく人が多分確かにね出てきたので多分その方々にこうコミットする感じでビネガードリンクもコーヒーいいんじゃないですか怖う。 タピオカ合うかな <laughs> ちょっとわかんないビネガードリンクにタピオカ合うかなやっぱこう,う,う、ね、濃厚なものと合うじゃないですか餅っぽいものが、ね、さっぱりしたビネガードリンクとタピオカ合わせたらなんか口の中で分離しそうな感じするんですけど確かにないやでもビネガードリンクのみを売ってるのかなもうあんまりタピオカとかでもだ,だと思うよもう要はタピオカ抜きにするお客様が、うん 増えてきたから、じゃあもうタピオカありきで今までメニュー考えてたけど、うんうん、タピオカに合わなくたっていいじゃん。うんうん、コーヒー売りますって <laughs>。確かにね。その時期に合わせたなんかこう梅雨時期だったらさっぱりするドリンクとか、冬だとあったかいコーヒーとか。とかね。頼ん<の><ー>でしかも,あ,かもあの普通のところよりも細かく設定ができるので。そうだよね。あのー 女子としてはなんかオリジナリティも出せつつ友達と違う飲み物を飲めたりすると楽しかったりするのでそうだよねだからいろんな飲み物屋さんかなもうもうそうだねタピオカミルクティー屋さんじゃなくてオールドリンクみたいな、うん、まあ大体そう大手企業とかもねあのファミレスとかもそうじゃないですかどんどんメニュー増えるしうん、うん、お寿司屋さんもね回転寿司でなんかラーメン回ってきたりとかするじゃないですか。 そういういいことか多様化をねしななけれれば生き残れないんですね,ししねそんなタピオカが危機となってタピオカというか、まあ、だんだんねドリンク屋さんになっている、はい、え各店舗の危機の中、はい、寺島さんはツイッターにてブラックコーヒー飲めるようになったしエスプレッソもいけるんじゃねと思って注文したけどまだいけませんでした。もう一段階成長が必要だなと えー、エスプレッソに挑戦し激鎮している方もいました <laughs> おまた監視しとるやんけこの番組 <laughs> 俺のツイートいやエスプレッソは飲めないですだってなんかブラックコーヒーよりもなんか濃縮されたやつじゃないですかです濃いやつ原液ちっちゃいさ<役>カップに来るじゃないですかこれ何んで飲んだかっていうと、うん、もうこの日朝から二三店舗ぐらいあのカフェをはしごしててなぜなんかねすごいスケジュールの日でうん、うん、朝 30分だけ仕事して<ー>で次の仕事また1時間ぐらい空いてあるあるでまた行って15分ぐらいで収録終わっちゃってあるあるみたいなもうなんか仕事時間より待ち時間の方が長いみたいなのが続く日で、ね、で全部でやっぱコーヒー頼んじゃってたんですよカフェで。なんで最後行ったところではもうさすがにこれ以上コーヒーはきついな、うん、お腹タプタプだなと思ったら。うんうんうん エスプレッソってなんか確か量少ないやつだよなていう量少ないやつってイメージだけあってうん、うん、あじゃあエスプレッソ頼んでみようと思って頼んだらもう現役そうですよねあれ飲める人すごいですよねやばいわあれ現役液でしょあれもう、うん、あれ悪いやつでしょお湯とかでねお湯で割ったりとかあ<れ>牛乳で、ね、あのカフェラテとかはねそれにプラス牛乳で、ね、いや苦かった全然飲めなかったしこんだけしかないのにこんだけしかなかったのに <laughs> えー うん、頑張ってねその後あの水と交互にこう <laughs> 口の中で薄めたんだ <laughs> そうそうちゅしながら飲んだけど <laughs> いやーねまだまだでもあれをさこうキュッて飲む人かっこいいね海外ドラマとか見てると「よし仕事もうひと踏ん張りだ」みたいな時にあれをキュッて飲む人ね、うん、かっこいい人いるからか、まあ、もうちょっと僕が成長したら大人になったらね <laughs> そうかな、えー、できるようになるのかなみたいな感じで。 成長したらきっと飲めるでしょう <laughs> そうですね飲めるようになったらまた報告します。<laughs> はいその時は報告しますということでじゃあそろそろ奈良大作に行ってみましょうか今月ピックアップしている小説はこちら聞いてくれ新しいパーティーのメンバーが FF 級にやばいんだ 小説家になろうナビ史上初コメディィーー文芸ジャンルの作作品でです作者は英華さんパーテとということで久しぶりに複数人の演じ分けです、はい、あらすらじ5年間所属したパーティーを追われた B 級冒険者の俺は何とか元相棒を見返してやりたいと新しいパーティーを結成することにしかし呼びかけに応じたのは魔王邪神暗黒竜という冒険者には到底ふさわしくない面々そんな4人が最初に受けたクエストは綺麗な石を拾ってきてほしいという簡単すぎるものそれぞれが能力を 存分に発揮し森を破壊しながらも、えー、石を依頼者に無事届けることができたのだがという今週が完結となる4週目でございます。うん、はいということでねなんか可いい女の子がねそうそうそうも,もちゃんが「<ー>消えないし拾ってきてください」って言ったら主人公のお礼くんが持ってきたなんか水色のすべすべした石っていう、うんうん、みんなはなんかもっとすごい,すごい、ね、ダイヤモンドとかいろいろあったのに。 普通のすべすべしたりしよう、まあ、選ばれましたね感じだったんですけれども、えー、今からお届けする朗読部分は、えー、原作を MBS ラジオで脚色しております<い>小説家などで読める原作はまた違った色がありますのでそちらでもお楽しみいただけたらと思いますではどんな物語になっているのでしょうちょっと覗いてみましょうおいのろまでぐずのお前がこんなにうまくやるとは思ってなかったよ ところで、お前は俺のパーティーにいたとき、俺たちに散々迷惑をかけまくってたからな。これは医者料としてもらっといてやるよ。受付場と依頼者がいなくなった途端にやってきた元相棒は、残っていた三つの石に手を伸ばそうとしている。こいつ、まだ自分のとんでも理論が通ると思い込んでいるのだろうか。だが、俺が伸びてきた腕を叩き落とそうとした瞬間、元相棒が消えた。 左右を見回すと魔王が深いそうに元相棒のいた空間を眺めていたあいつをどこにやったんだ邪魔をするからだ当然の報いだ悪いのは確かにあいつだが一体どこにやったんだ分からぬゴミを捨てる際どの辺りに捨てるかなど意識しないであろう 自業自得だとは思うけどさすがに死なれていると目覚めが悪い困っていると邪神が助け舟を出してくれたあ見つけましたよここに戻しましょうすぐに元相棒は戻ってきたただし体中ヘドロだらけで猛烈な悪臭を発していたびっくりするくらいベトベトだ一体どこに行ったらこんなことになるのやらやだ 取り巻きの美女たちですらあまりの臭さに顔をしかめて元相棒から離れようとしている逃がさないわよ今日はよくもバカにしてくれたわね脂肪の塊が何よ全部筋肉になっちゃえバカにされたことを根に持っていた暗黒竜がそう言うとポンという軽い音とともに紫の煙が立ち上がり美女たちはみんな筋肉ムキムキになってしまった 暗黒竜は満足そうにうなずいているボディービルダーに転職した方が良さそうな筋肉に元相棒も腰を抜かしてしまった俺は鼻をつまんだままカウンターに置いてあったプロテインをつかみ元相棒に投げ渡した俺からの選別だトレーニングを欠かすなよくくそ覚えてろよ <laughs> まっ だけ、ざまぁないなしかし俺の笑いは長続きしなかった人を呪わば穴二つか受付嬢が後ろに立っているあのあなた方始まりの森を破壊し尽くしましたねああ<ー>ギルドのルールブックにある通り緊急時を除いてダンジョンやフィールドの破壊はご法度です なのに始まりの森はもはや原型をとどめのほど破壊され魔王城や邪神の神殿暗黒竜の巣のように大変危険な場所となり果てているそうではありませんか何か言うことがあるんじゃないですかす,すみませんすまないすみませんごめんなさいあ <laughs> あなたたちのギルドランクをそれぞれ1個ずつ降格させるとともに ギルドにて10日間の奉仕活動を命じますあなたは B 級から C 級に F 級の3人は異例ですが FF 級に降格ですえ FF 級なんて前代未聞ではなかろうか魔王は遠い目をしているし邪神は苦笑いを浮かべているうーんまあ、また1から出直せばいいだけさ 大丈夫だ問題ないうん翌朝俺たちはヘルメットにも,もちゃんからもらったウサちゃんシールを貼ると始まりの森の復旧工事に取り掛かったせっかくだからちょっと広めの遊歩道も整備しておこうだから次の依頼を受けるのはもう少し先になるだろう初めはどうなることかと思ったが新しいパーティーもなかなか悪くない 俺はスコップを握り直すと気合いを入れて大きな裂け目を埋め立て始めたのだった。 はい番組ツイッターとの連動コーナーです皆さんもぜひ参加して楽しんでください,えい、えー、やるゲームは声優オーディションをテーマにしたカードゲーム「声優になろう」です、うん、作品が書かれたオーディションカード役が書かれた役カードさまざまなセリフが書かれたセリフカードを使って最高のワンシーンを演じて遊ぶゲームです、えー、ということで、えー、前回のね答え合わせからいきましょうはいえまずは私寺島純太が、えー、おバカ おバカでした。そう、おバカキャラでしたね。た聞いたことない声のおバカさ加減でした。えー、もう声で、もうアホになりました。ねはい、次、ええー、三沢すちかはクレヨンしんちゃんのモノマネがうまい生意気な子供でしたね。<laughs> 合わせ技。合わせ技でしたね。なんかどっちに投票しても正解ということにしましょう。<laughs> いや、似てたもんな。本当ですか。めちゃめちゃなんか、あの実況も見て、うん、みんなすごい似てるって言ってくれて,てよかった。 うん、ツイッターでもみんな、ええー、すごい、そっくりみたいな。嬉しかったです。これから、ちょっとプロフィールに書きます。一回書いたら、死ぬほ方やられるから、嫌ですよ。<笑><笑>はい、はい、ということで、えー、早速ね、今週もやっていきたいと思うんですけれども。はい、えー、まずは題材となる作品の発表です。こちらになります。じゃじゃん。虫物語、森林で、昆虫たちが繰り広げる、ハートフルアニメ。です。 うん、ハートフルアニメかちょっとねセリフがね結構このゲームあのバトル系が多いので多いんですよねハートフルになるかなバトルからのハートフル、ね、い,いやどうなんでしょう、ね、はいじゃあカードの山からそれぞれセリフカード7枚引きますはいということで役カード4枚次いきますけれども、うんえー、ずんたさん役カードいじめられっ子のかなぶ、うんわんぱくなガキ大将、うん、キザなペットショップの店長 大阪弁のカマキリわめ <laughs>、えー、ミのエカードは心優しい生徒会長路上ミュージシャン天才バイオリニストのコオロギ虫の世界の長老という4人でございますこれに合いそうなセリフを7枚から組み合わせながら7枚全部使ってもいいし3枚以上なので3枚だけで勝負してもよいという感じですね。 このねハードルですよ。期待してる人もいるんじゃないでしょうか。<laughs> い,やいやいやいや、どうしよっかな。どうですか。何枚からいくかねか。そうですね。セリフカードがね、うん、バトルっぽいのをなくして、いやバトルっぽいのでいくか。いやでもや、ね、生徒会長。多いんだよバトルが。バトルが多いんだよ本当に。逆に合うカードがね、ちょっと難しいですね。店長っぽいカードとか、うん、金分っぽいカードってなんだろうってなりますよね。そうなんだね はい。あ、行きます？とりあえず行きます。<お>じゃあまずズンタ演じます。美しい。うん。いい仲間を持ったな。遊びましょう。え？美しいいい仲間美しいうん遊びましょうあ,のー、あでもちょっと確かにこれはもうはいごめんなさい。 いい <laughs> いやいやいやい、セリフ選んだセリフがっぽいですねあの属性っぽい感じしますねはい皆さんツイッターのアンケート機能今きっと出てますのでずんたさんは何を演じたか4役の中からこれを演じたでしょうっていうのねクリックしてみてくださいじゃあざわみも行こうかな行きますざわみ演じますまとめてかかってきなさいしてんのじゃ <laughs> <laughs> あはははいいいちょっとねもう「じゃ」という単語が一個出てきたがこれはもう「じゃ」ね、を使うしかないなと思ったんですけど,どでも全部ねバトルだったからそう、ね、四天王だもんね四天王だしまとめてかかってきなさいだから多分相当な数のアリとかに襲われてる長老なんだと思うます<ー>今 <laughs> そうじゃないかな違うから違うやつに聞こえたかなみんなはどうかいやもう言ったやんそれ以外に聞こえない感じやんもうンじゃって言ってて言るからね、うん、まあ、じゃあもう これまあ、記念に出たアンケートの <laughs> 記念になんか押しててください投票数少ないと悲しくなるからねとりあえず何か役柄を押してくださいはい,はい演技を聞いて4つの中からどの役を2人が選んだのか予想して投票してください 寺島淳太と三沢幸の小説家になろうナビセカンドブックいかがでしたでしょうか。はい、今回であのーうん、F. F. Q. のやつがおしまいですね。はい、朗読が、えー。最後はなんか、そうほのぼのとした、ね。そうですね。ね、感じで、みんなで F. F. Q. になっちゃったけど、一から頑張ろうみたいな。ね、いいパーティーなのかもしれないですね。仲良さそうですね。結局ね。<laughs> 今後がなんか、気になりますね。新しい、しいなんかボスと知り合った時とか。 新しいお宝がとか,なんかクエストによってどんどんみんなの仲が深まっていきそうなので。ねえ 今後が楽しみですねはい,はいはい小説家になろうでは読者の皆さんが新しい作品と出会えるように今日の一冊という作品紹介ページを更新しています<ん>今日の一冊ページでは紹介された作品のあらすじや登場人物などがまとめられていますので気になった作品があればページの下にあるリンクからそのまま本編を読み始めることができます今日の一冊は小説家になろうトップページのバナーからご覧いただけますのでぜひチェックしてみてくださいそして現在アニメイトでは小説家になろうプレゼンツもっと小説家になろうで読 もうキャンペーン開催中です。 期間中アニメイトにて対象商品を一冊ご購入ごとに特製使用料を1枚プレゼントしています詳しくは小説家になろう公式ブログまたはアニメイト特設ページをチェックしてくださいそしてこの番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができますまたツイッターも解説していますのでフォローリツイートをよろしくお願いします、えー、感想などつぶやいていただく際は「ハッシュタグなろう MBS」m でつぶやいてくださいはいまたリスナーの皆さんから番組へのメールもお待ちしておりますメールアドレスはなろう n a r o u アットマーク m b s 一七九ドット c o m です。そしてパーソナリティ二人ともにツイッターのユーチューブやっておりますのでこちらもフォローのチャンネル登録よろしくお願いします。ということで小説家になろうナビセカンドブックまた来週お会いしましょう。寺島純太と三沢幸子でした。バイバーイ。バイバーイ